皆様こんばんは。こんばんは。キャスターの恵美純之介と申します。野原美奈恵です。今週もお付き合いください。はい、本日のタイトルを申し上げます。宜野湾市長急逝、原因は。1、このような国際認識で地域外交とは。2、おかしな沖縄左翼、外交で平和守れ。3、県内各地に起こる知事ボイコット。以上の項目でお送りしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。はい、普天間基地が所在する宜野湾市松川正則市長、享年70が本日26日東京都内のホテルで死亡しているのが発見されました。松川市長は東京出張中で、昨日政府関係者に面会し、普天間基地の危険性の早期除去、跡地の開発進行に関し要請し、本日沖縄に戻る予定でした。集合時間になっても姿を見せなかったため、市職員が部屋を確認したところ倒れていたといいます。玉城県政の国との対立で停滞する県内移設事案を打開しようと昼夜尽力され、心身ともにすり減らしたものと思われます。ご冥福をお祈りしたいと思います。非常に立派なリーダーでしたですね、はい、いつもね、言いたいこともあったと思いますけど、じっとしておられてですね、県民投票の時にはね、やむを得ないという文言を入れてくれと、県内移設の開票と、はい、県民投票の時にですね、はい、やむを得ないという項目を入れてくれということを再三構成している姿が昨日のようには思い出されますのでですね、はい、非常に沖縄にとっては重要な人物を失ったと思います。今日はもうショックでした。そうですね、第一報を聞いたときはですね、まあ、先ほども申しましたけども、国と県との軋轢でね、知らず知らずのうちに心身ともにご負担をおかけになっていたんでしょうかね。そうですね、はい、次はですね、はい、米兵の性暴力に関して全国のメディアは沖縄における米兵の事件事故にはフォーカスするけどね、じゃあ他の沖縄県民は何も罪を犯してないかというと、結構犯してるんですね、はい、それを皆さんにお知らせしていきたいと思います。はい、ここのとこ起きた事件を2件ご紹介いたします。1件目、23日沖縄県警うるま署はコンビニ店内で面識のない女子高生に突然抱きついたとして、無職の容疑者57歳うるま市在住を県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕しました。2件目です。24日県警八重山署は男子児童の下半身を触る不同意わいせつの疑いで那覇市在住の会社員26歳の男を逮捕しました、はい、そしてね、もっと危惧すべき事態が発生してるんですよ皆様。今年度上半期刑法犯に占める少年犯罪、沖縄県はワースト1なんですね、はい、22.5%。 少年の麻薬も増えてますね、沖縄県内は、はい、で沖縄教職委員会はこういうしてですね、米兵の事件事故に関してはすぐ抗議活動をするんだけどね、はい、自分たちはその平和教育平和教育と言いながら一体何をやってるんだっていうことを問いたいでですね、はい、これは愛媛新聞、視聴者の方が送ってこられた愛媛新聞の一節です。誰も守ってこない隠された米兵の性暴力と言ってですね、もう沖縄県民が毎日性暴力に侵されているような表現をしているんですね、この上間さんはですね、はい、もっとこの冷静さが必要じゃないかと思いますね。そうですよね、はいはい、次項目1に行きますね、はい、項目1はこのような国際認識で地域外交とはという項目です。はい、宜野湾市長が実は上京している時もですね、知事は都内にいたんですね、はい、都内にいたけど帯同してないんですね、はい、何をしていたかというと、日米地位協定の改定 の、 その大風呂敷を広げていたんですよ。はい、で24日 NHK で知事がどういう発言をしたかというと、日米地位協定の改定がなされていないことの歪みがさまざまな事象になって現れていると、沖縄県だけの問題ではなく兵士団の教育と自治体に対する情報提供が徹底されるように常に確認していく必要があると述べておりますけどね、県警の OB がですねこういう話をしてますよ。情報提供を頻繁に行いたいんだけど、はい、政治的に利用される恐れがあるからある程度抑制していると、
いう OB がいたんですけど、私はね、はい、勇気のある発言だと思いました、ですね。そうですね。外務省、防衛省はみんなセキュリティチェックを受けてるからいいものですね、はい。セキュリティチェックを受けてないのは沖縄県庁だけですからね。はい、いろんな国の皆さんがお手を振って、俺の島だって荒れてる光景もあるらしいからね。そういうところにどんどん情報を流すとですね、悪用される恐れがあるということは、ある程度私は理解できます。はい、それでこの地位協定の改定っていうのがですね、一つのブームになってるんですね、反米のですね。左翼のブームですよね。ブームですね。はい、今年2月10日にも都内で開催されてるんですね、この県主催のシンポジウムがですね。はい、名称はね、日米地位協定について考える沖縄県主催のシンポジウムがこれなんですね。玉城デニー知事や左翼有識者らが協定の問題点や改定に向けて何が必要かを議論したらしいです。この2月10日の記事を見ますとですね、はい、玉城知事は他国の協定と比べ、日本では原則国内法が適用されず、米軍に裁量を委ねる形で運用されているという報告をしています。米軍が駐留する他国の協定を調べるために県はですね、ドイツやイタリアなどでの現地調査を実施したと。これに対して玉城知事はね、欧州などでは自国の法令を米軍に適用させ、活動をコントロールしていると述べ、基地から発生する諸問題の解決には、協定の抜本的な見直しが必要だと訴えているんですけど、これが問題なんですよ、皆さん。根本的な条件を理解してないんですね。地位協定が治外法権じゃないかと言われる方がいますけどね、はい、我が国がイラクへ陸上自衛隊を復興支援名目に派遣した時もですね、現地イラク政府と日本政府との地位協定はですね、第一次裁判権は日本にあるということに明記してされておりますよ、はい、これはね、隊員を今から危険地域に派遣するのにね、第一次裁判権を確保しておかないと冤罪があるかもしれないし、そういうのを防止するためにもやっぱり第一次裁判権は派遣国にあるということはですね、国際法上の規定にもあるから決して治外法権ではないということをご理解ください、はい、そしてもっと大きな違いがあるんですよ、皆さん。日本国憲法はですね、非常にいびつな憲法です、はい、というのは他国の憲法というのはね、軍法と一般法が並立してあるんですね、はい、軍隊が動くときには軍法に従うんですね、日本の場合は軍法がないものだからね、警察官職務執行法の延長線上に動くわけですよ、はい、いざというときはね、で外国では軍人が事件事故に起こせば軍法会議に処せられて厳しく罰せられます。あるいは軍命化の正当なアクシデントであれば軍機密度を保持し指揮官の地位は保全されるわけですね。したがって第三国による領空侵犯または領海侵犯の際は公選権を発動し、当該主権国の指示に従わねば撃墜ができるわけです。でロシアとか中国はまた追跡権というのも主張していてですね、相手の領海領空に入ってきて、あ、やばいと思って出るでしょ、追っかけていって撃墜することができるんですよ、追跡権、はい、で我が国は憲法90で公選権を否定しているものですからね、はい、仮にですよ、中国軍の上陸襲艇が尖閣に近づいてきたという時もですね、必要最低限度 の実力行使しかできないんですね、なぜかというと警察官職務執行法の延長線上に動いているもんだからね、うん、相手が更生するだろうと、更生するためのチャンスを与えるために大目に見てやろうというのが警察官職務執行法ですから、敵国の場合は軍法に基づいてですね、侵略と現地指揮官が判断した時にはですね、撃沈していいんですよ、はいはい、こういう大きな違いがあるんですね。それでね、パネルディスカッションではね、地位協定改定には世論の盛り上がりが不可欠として、世論関係の必要性も指摘されたと言われてるけど、基本的な法律もないのに、なんで世論の盛り上げでできるんですか。そうですよね、ここが玉城県政とか沖縄県庁が大きな話をしているところなんですね、はい、例えばですね、こういう事案が2016年の事案がありますよ。はい、2016年12月13日夜間、本島北部海上上空で空中給油訓練中のオスプレイが空中給油機のホースにプロペラが接触、プロペラ損壊、結果操縦不能に陥り海岸に不時着しました。左翼は海保が同機のパイロットを尋問すべきと主張しましたが、現行法令下では罪状は航空危険行為処罰法違反容疑
しかなくて、誰が見ても矛盾するものとなっています。空中給油について若干説明しておきますね。これオスプレイはね、空中給油することによって航続距離が飛躍的に伸びるんですね、はい、だから空中給油のスキルを磨くのはもう必要最低限のことなんですね、はい、これ夜間行っていると大変なことなんですよ、はい、私も1回だけ体験飛行させてもらったけどね、もうぶつかるんじゃないかと思うぐらい接近していくんですね。こういうふうにして給油放送を出すんですね。こういうふうにして需給パイプ固定してですね、給油と重油を繰り返すんですけどね、これはまた定期的にやっておかないとね、はい、パイロットの腕が落ちるわけですよ。あ、そうですよね。だからこれ一時じゃあ日本政府が干渉して できるはずないでしょう、我が国がじゃあ憲法に軍法を明記してですね、はい、軍法に基づいて意見言うことは可能だと思いますけどね、一般法でねこれを縛ることは不可能ですよ。日米同盟はじゃあ破棄しようということになると思いますからね。こういうふうにですね、分析力が弱いですよ、分析力が。そうですね、まあ、軍も軍法も保持しないで交戦権を放棄するということをヨーロッパに習って地位協定の改定を日本はするべきだと言ってるこの玉木憲政側っていうのは一体どういうことになるんですか。これは一つのお祭りしてるようなもんですね。俺は偉いんだと、こんなことまで議論できるんだという自己満足とですね、そしてまたメディアもメディアでね、ヨーロッパ勤務経験した記者も何名かいると思うけどね、誰も疑義を挟まないということを見るとね、一種のオレオレ詐欺の延長線上にあると思いますね。そうですね、国民も騙してますよ。そうですよね。こういうまた強力な戦力があるから戦後我々は79年にわたってね、平和を享受できてきたんですね、まあ、だから世論を喚起してこういうことも盛り上げていかなきゃいけないということで、まあ、世の中をこう騒がせてもう何かアメリカを追い出そうっていうふうな意図しか見えないですね。そうそうそう、そしてまた差別されてるとかね、最後の歌い文句である差別を受けてると、はいはい、いうのを切り替えていくわけですね。悔しかったら軍隊持てって憲法9条を改定して、はい、それを私は言いたいですね、はいはい、項目2に行きましょうか、はい、項目2は、おかしな沖縄左翼外交で平和守れ。私はこのニュースを聞いた時ですね、もうおかしくなって笑いが止まらなかったですね。どんなニュースですか。ミサイル配備から命を守るうるま市民の会、照屋博之共同代表がですね、代表を務める左翼団体なんですね、はい、県庁で記者会見を開いてですね、はい、28日から8月7日までの間、離島防衛を想定した訓練、デゾリュートドラゴンを九州以南、石垣島や与那国島など県内各地でも実施する予定ということに対して批判してるんですね、はい、いかなる防衛政策であっても二度と沖縄を占領するような防衛政策であってはいけないって言ってるんですね、はいはい、挙句の果てはね、政府は軍事力の増強ではなく外交に力を入れてほしいと言ってるんですよ、うん、自衛隊と米軍が共同して戦争準備をしてるかのような表現してるんですけどね、はい、根本的なことは分かってないですね、うん、これはね、南西諸島、沖縄はこれまで防衛の空白地域と言われるぐらい平和を享受してたんですね、はい、この平和を壊したのは誰ですか。それはまず本人に聞きたいですね、はい、これ中国でしょ、この平和の体制を破壊したのはですね、言う相手を間違えてますよね。そうそうそう、彼らの力による現状変更に対処するためにですね、我が国政府は防衛力強化に転じただけなんですね、はい、こういう輩に外交で話し合えるというのがテレアさんができるんだったらば、ぜひやってみせてほしいですね、はい、さらにはモスクワに行ってプーチンにもですね、はい、侵略を止めるように説得してほしいですね、はい、日本復帰直後の沖縄を思い出すんですよ。当時の県知事がヤラチョイビョウ氏だったんですね、はいはい、ヤラチョイビョウ氏がですね、はい、警察官の拳銃携行を禁止したんですよ、はいはいはい、戦争につながると言って、はいはいはい、で警察官で殉職したり犯人と格闘して重傷を負う事案が多発してですね、うん、県警内部に不満が溜まっていたことを昨日のように思い出します、うん、何でも執着役を戦争に結びつく執着させててですね、意思決定をこう歪めるんですね。そうですね、テレアさんの言い分はですね、軍事力の増強ではなく外交に力を入れてほしいと、はい、これを聞いた時私はね、
私はかつて都内の大学で客員教授として中国人留学生を教えたことがあるんですけど、この中国人留学生がですね、非常に頭の優秀な青年がいてね、私にこう言ったんですよ、はい、南宋を思い出すと、南宋はね、隣国との揉め事は武力に一切頼らず金で解決していたと、はい、いわゆる話し合いですね、金が尽きた時に国は滅びましたって、はい、いう話をしてたからね、ギクッとしましたよ。これが南宋です。これ、1127年から1279年まで約150年間存在した国ですね、はい、ということとですね、もう一つ注意してほしいのは、今パリオリンピックが開催されます、はいはいはい、今の日本の状況はですね、第一次世界大戦の直後のフランスに似てると思いますね。そうですね、はい、沿線気分が国に充満してですね、政党はもう与野党に分かれて議論ばっかり、はい、軍隊は士気が低下して、こういうと自衛官の後輩には申し訳ないけどね、はい、士気が低下してですね、 あの大ヨーロッパ帝国を作ったフランスがですね、わずか1週間でヒットラーにギブアップするんですね。そうなんですよね。そういう教訓があるもんだから、 今はねフランスは航空母艦から核兵器からあらゆるジャンルの武装もしておりますけど、はい、オリンピックがうまくいくといいなと思って私は見ております。なんか政治情勢が不安定で、まあ、パリの治安が相当悪化しているという情報もありますからね、ちょっとオリンピック開催中だけでも何事もなく無事に、実施してされてほしいなとは思ってますけどね。そうですね。でパリオリンピックを見ながらですね、今我々が話した内容ですね、はいはい、備えるという意識を失った時には侵略されるということを理解してほしいと思います。そうですね、はい、そして私もパリには3回ぐらい行ったことがあるんですけどね、はい、凱旋門の下に写真屋があってですね、はい、そこにヒトラーが来た時にヒトラーに媚びを打った若い女性たちがいたんですね、はい、みんな捕まってですね、ヒトラーやられてヒトラーに媚び打った連中は、はい、フランスが独立を回復すると同時に全部捕まってね、はい、みんな丸刈りして市中を引きずり回しの刑に処せられている写真がありました。 それを気軽に覚えてます。だから国際社会はね、厳しいということですよね。そのためにはやっぱり軍法を持って、軍隊をちゃんとした軍隊を持ってるというのが基本だということですよ。はい、そうですね、はいはいはい、次項目3に行きましょうね。はい、項目3に入ってまいります。県内各地に起こる知事ボイコットという項目です。7月23日からですね、今日まで宜野湾市長および与那国町議会の皆さんが知事を帯同しないでですね、はい、東京の内閣府を訪問していろんな要望を提出しておるんですね、はい、この動きを野原さんちょっと読んでみ、はい、いただけませんか。7月23日には与那国町議会の代表議員団4人が内閣府を訪問、自見沖縄北方担当大臣と面会しました。特定利用港湾空港に新たな港湾造成と空港機能の拡充を早期に指定するよう要請に参りました、知事は状況中ではありましたが同プランに反対のため同行しませんでした。この状況中というのは要するに地位協定改定の基地所在都道府県知事の会合に出席して逆の集会に出ていたというわけですね。そう7月25日松川正則宜野湾市長内閣府訪問、早期の危険性の除去、基地跡地の振興開発を要請、これにも知事は同行しませんでした。7月26日松川宜野湾市長急死、そしてこれは6月上旬のことですが、九州知事会が開催されてその中での議題が有事における沖縄離島住民の避難計画についてというものでしたが、これに玉城知事は欠席しました、そのそばからやっていたという何をやっていたかというと県議選の与党候補の応援を優先しておりました。だからね、もうピントがずれてるんですね。はい、ついに犠牲者までまた出してるしね。はい、もうこういうような状況だったら有事発生した時にはもう大混乱すると思いますね。これで28日のフジロックに行くと、玉城知事は明言してましたけども、どんな気持ちでお歌いになるんでしょうね。
そうですね、もう血も涙もないって批判されるんじゃないですか。そうですね、それから29日には福建省のトップ来る予定でいますね。そうですね、はい、もう一緒のこと移住したらいいんじゃないですか、福建省に。いや、そうあそこで知事やればいいと思いますよ。そう言いたくなりますよね。はいはいはい、今沖縄の怒られた知事位置について説明しますね。前回の地図をお見せするのを失念したもんですから、南北大東島というのは ここにあります。北大東島でしょ、北大東島、南大東島というのがあってですね、これ那覇が左側に沖縄本島がありますから、こっちは那覇です。約350キロの距離にあるんですよ。350キロですか、はい、これはね、18世紀にロシアの軍艦が発見して、そのロシアの軍艦の名前がボルジノっていう名前だったもんだから、ボルジノ諸島っていう名称がついていたんですね、はい、これが明治になって八丈島からの移民が、政党会社ができて八丈島からの移民を受け入れたんですね、はい、そして沖縄本島からも移民を受け入れたわけですよ、はい、ここに移住した方々は一代目は工作してたんですね、はい、こっちに移住した条件としていずれは農地開放するということだったんだけど、なかなか実行しようとしなかったわけ、はい、それで米軍投資、戦後米軍投資時代になった時にですね、キャラウェイ高等弁務官のキャラウェイ州長の時にですね、南北大東島の農民たちが一斉に沖縄本島に来て陳情してるわけですよ、はい、それでそれに同情したキャラウェイ州長がですね、全農地をまず接収して、米軍が、はい、接収して、そして住民に分け与えたんですね、はい、だから沖縄では農地開放がなかったっていう説もあるけどね、非常に大きな農地開放をこの両方やってるわけですよ、はい、それで毎年収益率ではトップなんですね。でここにレーダー基地を作るっていうことになったんですよ、北大東島にですね。そうですね、はい、これは非常に英断だったと思います、はい、中国海軍の艦隊はですね、航空母艦を伴って中国海軍の機動部隊はですね、宮古と沖縄本島の中間を通って、今は南下して台湾を制圧するために行動しているもんだから、脅威は今のところはさせてもらった脅威はないけどね、いずれですよ、空母を3隻持つようになってくるとね、これはここに出てくる可能性がありますから、ここに、はいはい、だから今のうちにデータ基地を確保しておかないといけないということですね。そうですね、あのその近くにある南鳥島ですか、はい、地対艦ミサイルの発射場発射もう、ね、あの発表しましたからね、陸上自衛隊はね、はいはいはい、まあ、とにかくその宮古海峡を抜けてくる中国軍ですかに対しての、はい、準備を着々と進めているということになるわけですね。そうですね、今までの脅威はね、この付近から絶対中国空軍の戦闘機がこう接近してくるものですから、尖閣諸島とかね、はい、こう尖閣諸島とか南西諸島に接近してくるもんだから、那覇から飛び立った迎撃戦闘機は ここで待ち構えて追っ払っていたんですけどね、はい、この脅威が西側からだけではなくて、このところは東側からの脅威に同時並行できますから、はい、航空自衛隊もですね、私の表現はちょっとどきついかもしれないけど、また先状態になってしまいますから、はい、東も西もってことになるからね、はい、ここ北大東島にレーダー基地ができるということは安全保障上非常に重要なファクターなんですね、はい、これを住民の皆さんが率先して誘致したということは素晴らしいことだと思います。そうですね、はい、そしてあとはね、ここの与那国島、はい、ここもね、特定利用港湾及び空港の指定を急いでくれと言ってますからね、これは本当に沖縄県民も脅威を認識し始めているということですよね、はい、野川さんね、はい、石垣島も宮古島も住民の皆さんが防衛問題に真摯に取り組んでおられるからね、いい方向に進んでますね。そうですね、ただ私もうここに来てにわかにこう動きが急ピッチで進んでるような気がするんですけども、うん、めぐみ先生が2013年でしたが、沖縄は中国になる日というご著書を発表されて、その中に書いてあった言葉がすごく頭にその時からずっと残っているんですけども、台湾有事に備えた沖縄策定プランを急げということで提案されてましたよね、はい、それがここに来てようやくですもんね。あまりにも時間がかかりすぎてるなって気はしてならないんですよね。そうですね、それで視聴者の皆さんに訴えたいけどね、はい、この前のその少女暴行事件というか、はいはい、不同意性交事件が発覚してですね、はい、県に連絡なかったかということで怒ってますけどね、玉城田一次はですね、はい、セキュリティチェックを受けてるのはまず外務省でしょ、はい、
防衛省、そして沖縄県警もどっちかというと日本人という意識を持ってますけどね、はい、最終的にやっぱり懸念されるのは沖縄県ですよね、はい、セキュリティチェックも何も受けてないような、こういったら悪いけどね、人たちが出入りしているところにね、軍事情報とか特殊な情報を伝達したときにはね、政治的に利用される恐れが十分ありますから、はい、このセキュリティクリアランスをどうするかということをですね、はい、今後真剣に議論しておく必要があると思います。そうですね、しっかりした思想を持ってしっかりしたポリシーを持っているような、ね、県知事だったらいいですよ、はい、あっち行きこっち行きフラフラしている知事に対してですね、はい、こういう軍事情勢がありますと言ったときには、またカチャシー踊って逃げるのか、こうしてそれが非常に ね、我が国の今ネックだと思いますよ。そうですね、はい、はいはい、ということで、次回の首長を選ぶとき、県のリーダーを選ぶとき、私たち県民がしっかりしたリーダーをチョイスするという方向でやっていかなければいけないと思います。本日もご視聴ありがとうございました。あ、開会式ですね、夜中には、はい、夜中はパリの開会式ですね、はい、日本選手も出ておりますからね、ちょっと応援してあげましょうか。はいはい、次回私がパリで経験した面白い話をお話ししたいと思います。あ、はい、楽しみです、はいはい、本日もありがとうございました失礼いたします。失礼します。ありがとうございました。